第51号型区選定は、日本海軍の区選定の定級同系三隻1940年に類別変更により、第51号型区選特無定となり、1943年に定番号変更により、第251号型区選特無定と変更された。1933年度一計画の第1号型区選定に、続き、 二計画では、大型区選定一隻と小型区選定三隻が計画された。大型区選定は、第一号型と同一。小型区選定は、新計画となり、基準排水量百五十エートン、速力二十ノット、航続距離五百海里、四十ミリメートル機準一丁、爆雷十八個とされた。ともつる事件により、管制本部長が交代すると、新管制本部長は、 区船艇は少なくとも25ノットが必要と主張し、新型区船艇は高支配水量150トン、速力25ノットに計画変更された。出力は二軸で3000馬力が必要と計算されたが、150トンの艇に乗せる小型ディーゼルエンジンは国内で製造できなかった。小型艦艇に対する復元性能などの技術吸収も兼ねて海外より、 官邸の設計を購入し、エンジンは実物を購入することになった。設計については、ドイツとイギリスにあたり、ドイツの造船所は、実現不可能との返答、イギリスでは、ソーニクロフト社のみが応じた。この設計には後に、基本計画番号 K6 が与えられた。設計内容は、GM やレンジは、要求通りだったが、 風圧側面積が大きく重心の高い船となっていて、不採用となった。海軍艦制本部でこの設計を参考にし、また、給水来艇岸をタイプシップとして設計を行った。基本計画は1936年末にまとまったが、その間は、艦制本部長と軍令部の間で意見が相違し、取りまとめに苦労したという。 その後、主に復元性能の改善で、排水量は175トンにまで増え、計画速力は23ノットに低下した。基本計画番号は、第51号と第52号が、計 5A、第53号が、計5バイト。期間は、ーニクロフト社の設計で使用されていた、ディーゼルエンジンを採用することになった。2機を、 ドイツのマン社から購入し、第51号区選定に、マン社からの購入品をもとに、三菱重工業横浜選挙と川崎造船所で一機ずつ、複製したものを、第52号区選定にそれぞれ装備することとした。この機関の名称は、W10V30、38型1500馬力、高速ディーゼルで、単動4サイクル、無機粉無式、下級機付けの重機等機関で、 気頭直径3 0 0、mm、トルストローク3 8 0ト、mm、ルだった。軽量、高出力の代わりに、華奢な機関で、価格も高く量産には、不適当なものだった。機関を国内で製造した第52号区選定は、他の2体に比べて竣工が大きく遅れることになった。第53号区選定は、量産を考慮して、 ポン式タービン2機と保護ポン式水管管1機を装備した。船体の大きさを変えず、性能はほぼ同一の機関を計画するのに苦労したという。燃料節約のためと高温高圧蒸気の実感試験の性格を兼ねて、蒸気圧力4 5キログラム毎立方センチメートル、蒸気温度摂氏400度とし、後の島風型駆逐艦以上の高温高圧機関だった。 また、手機のタービンは、巡航タービンをなくして、巡航時は、一方の高圧タービンの排気で他方の低圧タービンを駆動する複雑な構造だった。建造した大阪鉄工所では、高温高圧蒸気機関の製造、偽装の経験がなく、蒸気漏れが各所で多発したと言われている。第53号の船体は機械据え付け台や、縦通構造の変更も、必要となり、 外観は51号、52号と似ているが、内容的には全く別の船体となった。煙突は、非対称の保護をカンポ二式ボイラー1機を搭載した、関係で中央から左舷に寄った。重油タンクを原則に装備したが、そこからの重油漏れに悩まされたという。その他に、複水器や燃料ポンプなどの補助機械を、両原共通の一つとするなど切り詰めた設計だった。 予備水タンクの量も少なくなり、大け試み中に燃料より先にボイラー用の真水がなくなることがあったという。発電機は 15kW105V ディーゼル発電機2機を装備した。第53号は 25kW105V ターボ発電機1機と 3kW105V ディーゼル発電機1機を装備した。高速のためしのげな未成が必要であるが、 復元性能を考えて、還元は高くできず、艦首に大きな視野を付した。一方の艦備は、尖閣重量削減のために還元を減じた。艦備形状の特徴として、艦備端部にナックルを付した改良型のデストロイヤースタンの採用で、これは、ソーニクロフト社の設計から得たものとなる。3計画で建造されたカゲロウ型駆逐艦から、 同様の完備形状が採用された。環境は波浪を被ること考えて、全閉鎖式とした。かじ取り装置は、電動式を装備し、環境から簡易電動操打を行った。スペースの関係上用病機械も、電動式となり、小型艇としては、高価な装備となった。主怒りは、普通型0.2トンを2兆、福怒りなし、秒差は、 15×7 節を2連装備した。ホーサーとしての工作は横付け用に2075メートルを2巻装備した。浅作は軽流重要作業用に2850メートルを1巻、1作およ及び雑用に2200メートルを1巻装備した。方向並走は40ミリメートル単装機銃一定で艦首に装備した。軍令部は 艦首では波をこむる時に使用不能となるため、観光部の装備を主張した。このために後方に移設のスペースを用意していたが、実用の際に問題がなく装備位置はそのままだった。水雷兵装は94式投射機2機、装填台2機、投下機動1錠を装備、爆雷18個を搭載した。水中超音機は環境下に設置した。 水中超音機は発達の過渡期であり、区画内に水を張ったが、喫水が浅いこともあり高性能が得られる見込みはなかった。今海光学兵装として、14式1.5メートル速距離1機、8センチメートル双眼鏡2機を装備した。無線装置は、超短鏡用受信機2機、中波無線電話機1機、TM 式簡弁無線電話機1機、 超短波操縦脇1機を搭載した。第53号は、中波送信機1機、超距共用受信機1機、TM 式簡便無線電話機1機、超短波操縦脇1機を搭載した。竣工前の完成工ーでは、速力が23ノットに達せず、また、旋回性能も不良だった。このため、完備を1メートル延長し形状を変更。 また、火事の形状を変更し問題を解決した。この方は、戦時建造を考えた、試作艦だったが、苦戦艇としては、小型すぎ、機関のディーゼルも効果で量産に適せず、同計艇は、未計画で建造された三隻のみで以後、建造されなかった。竣工後は、佐世保防備隊と、ご防備隊に、所属、1939年12月からは三隻で、 最期防備隊所属となった。1940年11月15日苦戦艇が特務艇から官艇へ移された際に3隻は苦戦特務艇に変更、第51号型苦戦特務艇に類別された。1941年12月から3隻ともキー、防備隊に所属、第52号、第53号はその後に横須賀防備隊所属となった。 1943年定番号に200を加え、第251号型区選特無定に、類別、1944年に除籍・雑役線に変更された。1937年秋、大阪湾で、講師運転中の第53号区選定。ありがとうございます。